皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1997年公開の、目撃。現代、アブソリュートパワー。監督はクリント・イーストウッド。脚本はウィリアム・ゴールドマン。主な出演は、クリント・イーストウッド、ジーン・ハックマン、エド・ハリス、など。プロの大泥棒ルーサーは、ある夜忍び込んだ財界の大物サリバンの屋敷で、偶然殺人現場を目撃する。屋敷から抜け出そうとしたルーサーだったが、事件のもみ消しを図る大統領補佐官とシークレットサービスから追われることになる。というストーリー。クリント・イーストウッドが自身の追い方をうまく利用した、同名小説の映画化。内容自体は凡庸ながら、豪華キャストのおかげでサスペンス映画としては9大点。序盤からルーサーがシークレットサービスから逃げるシーンまでは引き込まれたが、その後は突っ込みたくなる点が目につくようになる。最後はどうやって話をまとめるのだろうと期待していたら、意外にあっさりしている。ということで、評価は。